矢板市の友成君が一緒に防災についてお勉強し、防災用品としても役立つ袋のバッグ。約 350km 離れた海に面した町だけれど、倒れた家具や落ちたガラス、散らかった部屋の中、みんなで避難するときは走らない。みんなで避難するとどうする。ここで楽しくお勉強、そんなとみんなはどうする。絶対に海の近くに戻らないようにしてください。皆さん約束守れ。